ボーイング767ボーイングの767から200型、機ボーイング767は、アメリカ合衆国のボーイング社によって生産されている、中型総発旅客機である。アメリカの主要都市を結ぶ、航空路線用として開発された、中距離旅客機である。同時期に開発された、ボーイング757とともに、グラスコックピットを装備した。 ハイテク機と呼ばれ、自動着陸を含むオートパイロット機能を持つ。計画中に、石油機器などが発生したことから、経済性を重視した旅客機として開発されることになった。結果、ワイドボディ機の標準から外れる、比較的細い胴体を有する旅客機として、セミワイドボディ機に分類される。本校では、以下、ボーイング製の旅客機については、 ボーイングという表記を省略し、数字のみで表記する。例えば、ボーイング747であれば、単に、747とする。中距離旅客機の高層ボーイングでは、1970年頃から、イタリアのアイリタリアとの共同研究として、QSH 旅客機と呼ばれる、低騒音の短距離離着陸機の研究を進めていた。この QSH は、 全長が38.8メートル、主翼幅は40.0メートルというもので、エンジンを主翼上に配置するものであった。しかし、この種の旅客機が十分な市場規模となるにはそれ、相応の環境整備を必要とし、またその環境整備には相当な期間がかかると見られた、ことから、まず180席から200席程度の座席数で、 1800マイルから2500マイルの航続距離を有する中距離旅客機を先に開発することを考えた。これはこの規模の旅客機が次世代において大きな市場規模となると予想されたからである。この計画はボーイング社内では 7X7 と呼ばれており、総発機と三発機の2種類が検討されていた。1973年までに 7X7 の研究が進展したことに加え、アメリカの大手航空会社である、アメリカン航空が3発起に強い関心を持っていることが判明したため、同年初頭に、世界の主要航空会社に対して、7X7 の説明を行った。ボーイングでは、中距離用140隻クラスの総発機である、デザイン案を有力視していたが、 1973年5月1日に座席数180席クラスの3発機のデザイン案、モデル751から666が発表されると多くの航空会社はそちらに関心を持った。モデル751から666では主翼の上面にエンジンを配置することで低騒音化を狙った上、残る1機のエンジンは727のように、 胴体最後部に配置するというものであった。また、座席配列は横6列か7列で、配電式配置では横8列にすることも検討されていた。三国共同開発へこれより少し遡った1966年代後半から、日本は、オランダのフォッカーと、YS-11 に続く、民間航空機を共同開発するための構想を進めていたが、 1970年4月にフォッカーに180隻クラスの案についての説明をした後、ボーイングにその調査の経過を説明した。ボーイングはここで日本が航空機の国際共同開発を計画していることを知り、日本に対してボーイングとの国際共同開発について提案した。これを受けて日本の通商産業省や製造業界では、 ボーイングとの共同開発の方がより大きな市場、展開が期待できるだけでなく、世界最大の航空機製造会社からの共同開発もし入れは我が国航空機産業への信任と聖望を内外に印象づけるという意見が大勢を占めるようになった。日本では百七十三年四月一日に民間輸送機開発協会という社団法人を設立し、その後は CTDC が日本側の窓口となってボーイングとの交渉に当たることになった。前述の通り、ボーイングではすでにアエリタリアと QSH についての共同研究を進めていたが、その研究が進むにつれて、前述の 7X7 案として固まりつつあった時期に、ボーイングアエリタリア CTDC の3社共同開発という方針となっていった。 石油危機による方針変更ところが1973年に石油輸出国機構やアラブ石油輸出国機構が原油生産の段階的削減や石油金融などを相次いで決定したため全世界的な石油危機が引き起こされた石油危機は航空業界において燃料価格が2倍から3倍にも及ぶ高騰を招いただけでなく社会的にも インフレーションと不況を招くことになったため、航空会社の経営は悪化することとなり、とても新型機の導入どころではなくなり、ボーイングの 7X7 計画の進展にも影響を与えた。こうした社会環境においては、航空機製造会社による新型機のデザインは、速度や快適性よりも、省エネルギー性が優先されることになり、ボーイングも例外ではなかった。 7X7 構想自体も変化せざるを得なくなり、巡航速度は、マッハ0.83からマッハ0.78程度に抑えられ、主翼の高体角やアスペクト比も、燃費や空気抵抗の減少を最優先する構造に変化した。主翼の上面にエンジンを配置するというデザインも、1974年1月までには、すべて主翼仮面に吊り下げる構造に変更された。 その理由は燃料消費を減らすために有利であるからというものであった。ボーイングの経営状態も不振に陥ったため、ボーイングでは新型旅客機の開発には日本が共同開発に加わることを強く期待していた。当時のボーイング社長に至っては事業比率を50、50とし、航空機の名称でもボーイング、ジャパンとすることを提案していたほどであった。 しかし、日本が、意思決定に手間取っている間の1974年6月頃になると、航空会社は、石油危機から立ち直る気配を見せ、これに追随するかのように、ボーイングの経営状態も改善することになった。このため、ボーイング側の態度も次第に強気なものとなり、ついには、ボーイング側から、これまで航空機開発で蓄積した貴重なノウハウを提供する以上、 日本側からは相応の利益を提供すべきという要求まで出る状態になった。結果的に新型旅客機の開発では日本は15%の事業分担となり事実上ボーイングの下請けであるという意見も出る状態になったのである。ともあれ、停滞気味であった 7X7 構想も再び具体化する方向へと進み始めた。特に ユナイテッド航空は 7X7 構想の使用決定に対するリーダーシップを取るようになり、ボーイングもユナイテッド航空が 7X7 に大きな期待を寄せていることを確信するようになった。1975年には計画案として胴体中央部の幅が少し狭くなったエリアルールを適用した計画案を立案したが、 これは727の発展型のようなデザインの3、発揮であった。ユナイテッド航空は、洋上飛行のある路線への投入を考慮して3、発揮案を指示したが、当のボーイングは1977年10月になっても、総発機とするか3発揮とするかの結論を出していなかった。ユナイテッド航空の主張を支持するのであれば3発揮が、好ましいが、 燃料飛行等による経済性への要求を考えれば総発機が好ましいことは当然と考えられた。また座席配列についても横7列にするか横8列にするかで議論が続けられていたが横7列にすることで胴体の幅が細くなることから燃料効率が最大2%向上することが判明した。 それらの結果を受け、ボーイングはまず創発機の開発を先行させ、その後3発機を開発する方針を固めた。その上で、1977年12月22日に、7X7 のモデル案の一つである、モデル751から200を、ボーイング767として開発することを決定した。この時点では、 水平尾翼を垂直尾翼の上部に配置する T 字尾翼を採用することとなっていたが、それは短距離での離着陸性能を重視したものであった。この時には、単動型の767から100型と長動型の767から200型を開発することになっていたが、長動型はユナイテッド航空の要求にほぼ合致していたのに対し、 アメリカン航空では単動型に興味を示していた。しかし、ユナイテッド航空が、エアバス A300 などの他社機材も並行して導入検討をしており、ボーイングでは、ユナイテッド航空を有力なポテンシャルを有する航空会社として見ていたため、単動型を優先して開発すると、ユナイテッド航空からの受注獲得に障害になるという懸念があると見られたことから、 長胴型の開発を優先することになった。その後もデザイン案の変更が行われ、モデル 751-2085C というデザイン案が固まった。このデザイン案では、巡航時の飛行抵抗減少と燃費効率の向上を図り、航続距離を延伸するため、T 字尾翼を採用せず、胴体尾部に水平尾翼を装備するデザインとされた。 製造開始1978年1月5日には、ボーイングからエバレット工場の拡張計画が発表された。これは767の製造に対応するためのもので、屋内容積は当時世界最大の航空機組立工場となるものであった。同年7月24日、ユナイテッド航空から確定発注30機を獲得すると同時に、 正式に767から200型のローンチが発表された。一方、単動型にこだわっていたアメリカン航空も情勢の変化から長動型を受け入れる方針に変化した。滑走路の短いニューヨークラガーディア空港への乗り入れを行うための必須要件をアメリカン航空が提示し、 ボーイングがこれを受け入れたため、アメリカン航空は1978年11月に767から200型を30機発注、同月中には、デルタ航空も15機を発注した。この時点で、単動型767から100型は製造されないことになった。また、767の三発起案として構想が立てられていた777については、 正式に開発を破棄し、767から200型を標準型として、その長距離仕様である767から 200ER 型と、さらに胴体を延長した767から300型の3機種を当面の製品ラインアップとすることも決定された。エバレット工場の拡張が完成した後の1979年7月6日より767。 の製造が開始された。共通化とハイテク化767のコックピット。中央の2つの画面が、アイカスモニター757と767は、同時期に開発する、旅客機であることから、開発費を節約するためにも、両機種に、多くの共通点を持たせることが考慮されていた。それは、補助動力装置やアビオニクス、さらには、 操縦資格まで共通化することを目指していた。通常、旅客機の操縦資格は機種ごとに取得することになるが、一つの操縦資格で2機種に乗務できることになれば、航空会社側でも操縦士の勤務割り当てに自由度が増すことになり、メリットは大きく、販売上も有利になると考えられたからである。 この共通資格認定は1983年7月22日に認められ、地上講習により757と767の相違について学習することで、双方の機種への乗務が認められることになったのである。また、757と767では、コクピットの共通化を図るだけでなく、景気類を合計6個の CRT に表示する。 グラスコックピットと航空機の危機状況などを容易に把握できるエンジンケー乗員警告システムを搭載して自動化を進めることで直接運航コストが低減されることを目指した。これにより、これまで操縦士2人と航空機関士1人の計3人で乗務する必要があったものを操縦士2人のみで安全な運航が可能になることを目標としていた。この当時、 まだ、グラスコックピットという言葉自体がなく、むしろ757と767の登場によって初めて使用されるようになった言葉であった。なお、757と767の操縦規格を共通化したことと2名のみでの運行を可能にしたことは、不運にもアメリカ同時多発テロ事件の原因の一つを作ることになってしまった。 二人乗務と三人乗務ところが767を二人乗務とすることに対しては航空機関士の役目を軽視している航空機関士の仕事を奪う四つの目で見るより六つの目で見る方が安全性が高いなどの理由によりアメリカの航空会社各社の乗員組合から反対の声が上がったこのためボーイング側でも乗員組合に配慮し ローンチ当初は二人乗務仕様と三人乗務仕様という二種類のコックピットを製造すると表明した。このためアメリカのほとんどの航空会社は三人乗務機として発注していたのである。とはいえ、ボーイングは767のハイテクコックピットは二人乗務だからこそ本領を発揮すると考えていたため二人乗務の実現を求めて 政府機関まで巻き込んだ駆け引きが続いた。最終的に1981年にアメリカ政府の諮問委員会が二人乗務であっても安全性は損なわれないと結論を出したことによって最終的にはすべての航空会社が二人乗務機としての発注に切り替えた。しかし、これは767の製造ラインにも影響を及ぼした。 すでに30号機までは3人乗務機として製造を進めていたため、まず3人乗務機として完成させた上で機器のチェックを行い、その後2人乗務機に回収するという手順を取らなければならなかったのである。ともあれ、767は最初から2人乗務機として営業運行が行われることになり、1982年7月30日に、 形式証明を取得、同年8月19日には、ローンチカスタマーである、ユナイテッド航空への引き渡しが行われたのである。受注の伸び悩み当初の販売実績は、決して順調ではなかった。1981年から1984年までの、受注数の合計は35機という状況で、引き渡しが開始された1982年にはわずか2機の、 受注しか獲得できなかったなど苦戦が続いた。結局767の受注数の合計が200機となるまでには実に6年以上の期間を要することになった。特にアメリカのフラッグキャリアであったパンアメリカン航空からの受注を獲得できなかったのは航空業界でも大きな話題となった。 パンナムは707や747などのローンチカスタマーとして、その開発にも強い影響を及ぼしており、ボーイングとの関係も強かったことから、パンナムは767がローンチすれば当然、発注するものと見られていた。ところが、パンナムは767ではなく、エアバス A300、A310 の発注を行ったのである。前述のように、 燃料効率の向上のために、胴体の太さをやや細くすることになったが、これは講述するようにそれまでのワイドボディ旅客機に搭載していた LD-3 型貨物コンテナの搭載ができず、767、専用の LD-2 型コンテナしか使用できなくなった。LD-2K を747に搭載することは可能であるが、 貨物室に無駄なスペースが発生することがパンナムに敬遠されたのである。1983年1月から、ボーイングでは767の航続距離、延長型である767から 200ER 型の開発を開始した。767から 200ER 型の詳細は、公述するが、これにより767の航続距離は、 767から200型の 5852km から 9445km と飛躍的に延長された。さらにその後も改良が進んだことにより、最終的には767から 200ER 型の航続距離は 12352km と767から200型の2倍以上に延長された。しかし、 767の受注数は伸び悩み、1984年9月の時点での767から 200ER 型の受注数は25機にとどまっており、767から300型に至ってはわずか8機しか受注を獲得できていなかった。洋上飛行制限の緩和一方、この時期には、双発機の洋上飛行制限が緩和されていく機運が高くなっていた。 まず1983年12月には、エアカナダが、それまでの60分以内という洋上飛行制限を、若干緩和した75分規定により、トロントとバミューダを結ぶ路線に767を投入。1984年3月には、LR イスラエル航空が60分規定を遵守しながらも、テルアビブとモントリオールを結ぶ大西洋。 横断路線に767を就航させ、1985年2月には、トランスワールド航空がボストンとパリを結ぶ路線に75分規定によって767を使用するなど、双発機を用いた洋上飛行が増えていった。1985年5月には、767の洋上飛行制限は120分までと大幅に緩和された。 他方、767がアメリカで本格的に運航を開始した時期、アメリカの航空業界は、航空自由化政策によって、限られた航空会社しか運航できなかった、国際線の運航へ自由に参入できるようになるなど、その経営環境に大きな変化をもたらした。これに伴い、大西洋線には、 多くの航空会社が参入することになったが、大西洋船では1便あたりの輸送力よりも複数便を設定することにより利便性を重視する傾向があり、1機あたりの輸送力が多く設定されている。それまでのワイドボディ旅客機は必ずしも大西洋船では使いやすいとは言えず、767程度の輸送力が適正と考えられた。そこへ、前述した。 洋上飛行制限の緩和が行われたのである。これにより、大西洋線へ767の航続距離延長計を導入する航空会社や路線が増加することになり、767の受注数は次第に増加していくことになる。特に1989年の受注機数は96機を数えた。767の航続距離延長型は、 その後、胴体延長型の767から 300ER 型の開発も行われ、1986年12月22日に初飛行した。また、1989年3月には、767による洋上飛行制限は180分までに緩和された。この結果、大西洋線では2002年には、 週あたり1800便が767により運航されるという状態になり、767は大西洋線の主力機材となった。パンナムが嫌ったコンテナ搭載の弱点も、767が大西洋線の主力機材となったために、結果的には弱点とはならなくなったのである。さらに、日本航空やエアカナダなどは、太平洋線にも導入を進めた。 冷戦崩壊後は、ロシアの航空会社もユーザーに加わっており、リース会社経由ながら、アイロフロートロシア航空でも就航するようになった。さらに長胴型のマイナス400型のローンチも行われた。しかし2000年代に入り、ヨーロッパを中心に、エアバス A330 などの同クラスの機体に、市場シェアを奪われた上に、 787や777から200とも競合するケースもあり、売り上げが大きく落ち込みマイナス400型は早々に生産を停止することとなった。2011年2月に767シリーズは1000機を突破したものの、ボーイングは民間機としては787に役目を譲り、767は空中給油機や早期警戒管制機など、 軍用機としての売り込みを強める姿勢を見せている。なお、旅客型の生産は2014年に受注残がなくなったのをもって事実上終了している。767から300の機内客室最大幅は4.7メートルあり、通路を2つ設けることが可能であるが、床下の貨物室は LD3 コンテナを2個並列に並べることができず、ワイドボディ機の標準からは、 外れている。これらのことから767の胴体はセミワイドボディ機に分類される。767の座席配列は横2から3から2と、それまでの旅客機には見られない珍しい配置であった。これはボーイングのアンケート調査や実験などによる結果で決定したもので、ボーイングではその実験結果をミドルマンの悲劇と呼んでいる。これは 普通多くの乗客は窓側か通路側の席を好み特に配列数が奇数になる中央席は乗客にとって悲劇であるというものである。ボーイングは2から3から2にすることで乗客が中央席に座る確率はわずか17%で済むとしている。これは還元すれば搭乗率が83%を超えなければ すべての乗客が快適な窓側か通路側の席に座れることを意味する。一方で経済効率が悪いのではという意見もあるが、その際ボーイングはこのミドルマンの悲劇の対策であるということを強調している。とはいえ、スカイマークのように横座席を1列増やして2から4から2の8列配置で運行していた航空会社もある。なお、 8列配置の767のほとんどは、チャーター便に用いられている。なお、7列に通路の767と、ワイドボディ機が就航できない、ラガーディア空港対策のために導入された6列1、通路の757とでは、機体外形が大きく異なる割に輸送辞任の差は、少なく、757の経済性は、際立っている。しかし、販売実績は、 平行生産中は、やや757優位程度に止まっていた。757は、総生産数1049機で販売を終えた一方、767は、引き渡しされていないものを含め1122機を、販売して757を上回った。エンジンは3種から選択して発注することが、可能である。主翼面積は、重量増加型にも対応できるように、 その面積にゆとりを持たせたものとなった。太平洋横断路線や日本ヨーロッパ間などの中長距離路線に就航できる航続距離を持っている。なお、洋上長距離路線への就航を行う際は、2発、エンジン機のためにイタップスの取得が必要である。また、757とは操縦機器や操縦性を合わせるように作られており、 操縦資格を共通化して、両機を運用する、航空会社の便を測っていることは前期した。デルタ航空767から200、スピリット・オーブ・デルタ1978年に生産が立ち上がり、1981年から1994年まで、生産された767型機の最初期モデル、1982年に、 ユナイテッド航空が運航を始めた。当初は安全上の理由から飛行試験用の1から4号機の操縦乗員を3人にしていたが、1981年9月にアメリカ政府の委員会が新型機については2人乗務でも安全運航が可能との結論を発表。またそれと同時にライバルのエアバスも同クラスの新型機、 A310 での二人運行を本格化したため、ボーイングは、急遽767を二人乗務へ、設計変更した。6号機からは二人運行が可能な操縦席で、製造し、1982年5月27日に、初飛行を行っている。2000年代以降では退役する機材もあり、日本航空と全日本空輸で運行されていた767から、 200はすべて退役している。全日本空輸で使用されていた機体は、貨物機に改造され、アメリカのエアボーンエクスプレスで使われている。デルタ航空でも退役が始まり、特に同社の経営不振の際に社員が有志で、購入した、スピリット・オブ・デルタと呼ばれた767から232は2006年3月に退役し、ジョージア州アトランタ市の同社本社に所在する。 デルタ航空博物館へ寄贈された。2001年のアメリカ同時多発テロでは、アメリカン航空とユナイテッド航空の767から200が、アルカイダのテロリストにハイジャックされ、ニューヨークのワールドトレードセンターに突入した。この衝突は、ツインタワーの崩壊を招き、乗客や警察官や消防士を含む2763名が命を落とした。 マレーブ・ハンガリー航空767から200、ER767 から200に燃料容量増加などの改良を加え航続距離を伸ばしたタイプ。1984年に LR イスラエル航空が初運航を行った。初受注は1982年12月16日のエチオピア航空によるもの。 航続距離は767から200の 5852km に、対し 12352km と2倍になっている。軍用の派生型も767から 200ER をベースに作られているものが多い。なお、コンチネンタル航空が運航する -200ER 型には -400ER と同じ操縦席が装備されている。 日本航空767から3767から200の胴体を6.43メートル延長し座席数と貨物積載量の増加を行った機体1982年9月29日発注の日本航空がローンチカスタマーで同年の11月7日にはデルタ航空からも発注を受けている初号機は1986年1月30日に 初飛行を行い、同年9月25日には初導入されている。amazon.com は、貨物機へ回収されたマイナス300を、自社専用機、o n o ン1として40機導入することを予定している。ウィングレットを装着したオーストリア航空の767の 300ER767 から300に、新型エンジンを搭載し、燃料容量を増加。 航続距離を伸ばしたもの。767から300の航続距離は 7340km だが、マイナス 300ER では 11306km となっている。初受注はアメリカン航空によるもので、計画は1984年7月21日に正式にローンチしている。初号機は1986年12月9日に、 初飛行し、ローンチカスタマーのアメリカン航空へは1988年2月19日に納入されている。機体の設計変更は767から200からマイナス 200ER へ行われたものと同様であるが、重量増加の対策として客室などの素材を一部強化している。767の派生型の中では最多製造機数となった。後に、 燃費低減を目的として、737NG シリーズで採用しているウィングレットが用意され、アメリカン航空などが採用している。なお、767の標準仕様では、最大客席数は290席に制限されるが、マイナス 300ER では、オプション扱いで非常口配置を変更することを可能とし、これによって、 最大客席数を350席まで増加させることを可能とした。非常口配置は以下の3種類存在する。このように、同一機種で複数の扉配置をオプションとして設定したのは、ボーイングのジェット旅客機の中でも757と767のみである。 コンチネンタル航空767から 400ER コックピット767から300の胴体を6.43メートル延長し操縦席を777スタイルのものに変更した派生型デルタ航空が運航するロッキード L-1011 トライスターの後継機を300席級の 長距離洋上飛行路線用として導入したいという要望に応えるため開発された。胴体延長に対応して、機種上げ時のビブの設置を防ぐため、ビブにテールスキッドを装備するとともに、メインギアの高さを46センチメートル高くしている。ただし、ノーズギアの高さは変わらないため、地上ではやや前傾気味の姿勢となる。また、後退翼を設けたことにより、 主翼幅は片側あたり7フィート8インチ延長されている。コックピットの大きな設計変更が行われたが、既存の767、757と操縦資格は共通である。1997年3月20日にデルタ航空が21機確定発注したことにより、計画が正式にローンチした。 1999年10月9日に初飛行し、2001年9月14日に、ユナイテッド航空に初納入されている。なお、マイナス 400ER は、デルタ航空とユナイテッド航空のみが、定期旅客便として運航しているほか、1機だけ、バーレー用室の VIP 使用機が在籍している。なお、767から400という形式は、存在しない。 前述のように、長距離路線用として開発されたため、構造は767から 200ER や767から 300ER をベースとしている。そのため767から 400ER と名付けられた。ただし、-200ER や -300ER に比べ後続距離はやや劣る。 ユナイテッドパーセルサービス767から300回767から 300ER の貨物専用型。1993年1月15日にユナイテッドパーセルサービスが30機を確定発注し、計画が正式ローンチした。窓やドアの一部撤去などのほか、操縦席に従来の補助席2名分に加え、荷主用ジャンプシートも追加され、 計3名分を設け吸われるようにしている。一部機材で、戦術の B767 から 300ER と同じく、ブレンディングウィングレット装着も行われている。全日本空輸767から300バイト CF ボーイングの旅客型、貨物型への中途回収プログラムで、767から 300ER の中古機をもとに回収される。回収は、 シンガポールのサスコのシンガポール工場が担当する。ローンチカスタマーは全日本空輸で2005年に自社の中古機の767から 300ER の7機をベースに発注した。回収第1号となった JA8286 の回収作業は2007年に開始した。回収内容は 旅客型の内部機材と内装の取り外し、メインデッキ周辺機材、及び貨物口の側面設置、メインデッキ床の張り替え、対 9G 貨物障壁、貨物処理新システム、最大離陸重量の改善、及びその他の装備、性能向上である。完成後初飛行は2008年4月9日で、翌4月10日に試験飛行を兼ねて、アメリカ、 シアトルまでの無着陸飛行をしながら、各種試験項目を実施した。その後 FAA から認証を得て、5月26日、再びシンガポールのサスコへの長距離飛行を行い、6月16日に、全日本空輸に引き渡された。航空自衛隊 E-767 これらは787の開発決定により中止された。 767から200型767から300型767から400型767から200型767から300型ボーイング767の発注機数と納入機数日本航空の767の300と全日本空輸の767から 300ER 全日本空輸復刻塗装の767から 3002019年現在、日本の航空会社では、日本航空、全日本空輸、エルデュの3社で使用されている。過去には、日本アジア航空と、南西航空、スカイマークでも使用されていたほか、レキオス航空が導入を計画していたものの、実現されていない。日本航空は767の300の、ローンチカスタマーである。 全日本空輸は767を大量に導入し、その数は世界第2位に達している。全日本空輸、日本航空、北海道国際航空のマイナス200は、すでに前期が退役している。マイナス300も初期に導入された機体は、製造から20年以上経過しているものもあり、全日本空輸も日本航空も経年期は787。 などによる置き換えが順次予定されている。日本航空は2009年から、全日本空輸は、エルデュ遺跡分を除いて2012年から退役が始まったものの、787の製造遅れや、相次ぐトラブル発生のため置き換えは遅れ。日本航空と全日本空輸は、ボーイングと交渉の末にマイナス300を発注している。 これは事実上のボーイングによる納期遅れに対する保証となり、全日本空輸の機材に限っては、全機ウィングレットを装着して納入された。なお、このうち1機は767の製造1決めとなる機体である。日本航空の機材も6機に対して、ウィングレット装着を決めていたが、その後は9機にウィングレットを装着した。エンジンは、日本航空が、 プラットホイットニ EJTQD-7R シリーズ、全日本空輸が、ゼネラルエレクトリック CF6 から80シリーズを採用したが、JTQD エンジンの生産中止に伴い、日本航空も1994年以降の機体は747から400にも使用している CF6 から80シリーズに変更している。一方、航空自衛隊では、 767発の軍用型として早期警戒完成機に改造した E-767 を4機導入した。また空中給油機として KC-767 を4機導入した。ありがとうございます。